インネレュタットは、オーストリアの首都、ウィーン市の第一区の地名である。ここは同時に、ウィーンの旧市街にあたる地区でもある。1850年に、周辺の町が合併し、ウィーン市域が拡張されるまでは、このインネレシュタットの区域がすなわちウィーンであった。旧市街は、シュトゥベンフィアテル、スタベンビテル、北東部、ケルントナーフィアテル、南東部、ビドマーフィアテル、 ウィドマービテル、南西部、ショッテンフィアテル、シャーティンビテル、北西部の4つの地区に分かれていた。これらの地名は、それぞれの地区にあった城壁の門の名前に由来するものである。インネレシュタット二23アルウィーンの行政区中で、最大である1七百745人の労働人口を抱える。これは、観光地であることと、 市の中心部という工場圏のため企業の立地が多いためである。インネレタットは、ウィーン市の最も中央部に位置する。北西側でニクレオポルトタット、東側でサンクラントシトラーセ、南側で四区、ビーデントロ区クマリアヒルフ、西側で七区、ノイバウト八区ヨーゼフタット、北側で九区、アルザーグルントと接する。これらの区とは、ウラニア、ウィーン側、 ロートリンガー通り、ゲトライデマルクと、ムゼウム、美術館広場、ムゼウム通り、ランデスゲリヒト、地方裁判所通り、マリアテレジア通り、そしてドナウンガによって境界が定められている。区域は、チェールベツィルク、シュトゥーベンフィアテル、オペルンフィアテル、レギー・アルングスフィアテル、ベルゼフィアテルと、アルトシュタットイコール3テの7つのチェールベツィルクからなる。インネルシュタットの歴史は、 ケルト人が築いた集落が後に、ローマ人の要塞となったウィンドボナまで遡る。その後長らく、今日のインネレシュタットにあたる地域の歴史が、ウィーンの歴史であった。1850年に周辺町の合併によって、近代のウィーン氏が誕生し、インネレシュタットは、その一部としての位置づけになったが、その後もインネレシュタットは、ウィーンの政治的、経済、 精神的な中心としての地位を保っている。1869年には68,079人学内に居住していた。1880年の72,688人をピークにして、それ以後は減少の一途をたどってきた。2011年は16,374人という数字で、それ以降も人口の増加は停滞している。 インネルシタットは23区中人口が最も少ない区である。住民のうち60歳以上が占める割合は28.1%で、ウィーン市全体の22.2%と比べて高い値を示している。15歳未満は9.8%である。女性の比率は53.3%で、ウィーン市全体の平均よりも高い。 2001年の時点で外国の国籍を持つ住民の割合は15.5%でウィーン市全体の平均と比べて約2ポイントほど低い。人口の2.8%がドイツを除く欧州連合加盟国の国籍保持者で2.7%がセルビアまたはモンテネグロ国籍である。2.2%がドイツ国籍で残りがその他の国籍である。 合計でおよそ25.6%が外国生まれである。約79%の住民がドイツ語を日常の言語として話し、4.0%は主にセルビア語、1.8%はハンガリー語、1.4%はクロアチア語、14.3%はその他の言語を話す。人口の51.3%はローマカトリックの信者である。 福音主義教会、大半ガルター派が6.6%、正教会が5.1%でこれに続く。3.3%がユダヤ教の信者、22.7%は無宗教である。オーストリア国民党は1946年から連続してインネルシタットの区長を出しているが、1990年代からはオーストリア社会民主党の追い上げにあっている。 1996年の区議会選挙では国民党の得票率が前回と比べ8.16ポイント減の38.21%であったのに対しオーストリア自由党が3.72ポイント増の19.65%で初めて第2党の地位に躍り出た社会民主党は18.90%と前回よりも大幅に減らした 11.35%の緑の党は、この年が、区議会選挙に初参加となった自由フォーラムかろうじて、上回った。2001年には、国民党が、得票率33.11%で14、議席と伸び悩んだ一方、社会民主党は25.64%で11、議席を獲得し、国民党に迫った。自由党は17.68%と低迷し、 17.34%の緑の党と並んで7議席の獲得にとどまった。自由フォーラムは惨敗でわずか1議席に終わった。2005年の選挙の際は国民党のフランツグルントバルト区長に対する世論、調査結果が貫維しくなかったことを受けて社会民主党から区長が出る機会であると目された。これに対し国民党は欧州議会議員のを グルントバルトに代わる候補者に立てた。一方、グルントバルトは、任期満了前に、社会民主党の副区長であるに、暫定的に職務の執行を委任して、シュテンツェルを迎え撃って出た。シュテンツェルは公約として、区内において、騒音の出る公的なイベントの開催を減らし、質の高い住環境を整備すると発言した。これに対し社会民主党からは、強い批判が浴びせられたが、 最終的には、シュテンツェル陣営の国民党が10.21ポイント増となる43.32%の得票率で大勝利を飾った。社会民主党は4.20ポイント増の29.84%の得票にもかかわらず、またも国民党の後陣を廃した。緑の党は18.30%の得票率。 自由党は11.60ポイント減らして6.08%に沈んだ。自由フォーラムとオーストリア共産党、オーストリア未来同盟は共に得票率1%未満のため、議席の獲得はならなかった。インネルシタットの紋章は赤字に白の十字がデザインされたもので、ウィーン氏及び連邦州としてのウィーンの紋章と共通するものである。 今日使われている紋章は、最も古くは1270年代に、ウィーンのペニヒと呼ばれる効果に刻印されたものに登場する。類似のデザインが新生ローマ皇帝ルドルフ一世の軍旗に見られることから、中世のローマ王舞台まで期限が遡るのではないかと言われている。旧市街の周囲を囲っていた城壁が取り壊され、その跡地にできた環状道路、 リングシュトラーセもインネルシュタットに属する。ウィーン唯一のシナゴーグである在天主テッテンドーリオン、バンチノは1938年11月の水晶の夜で著しく荒らされたにもかかわらず生き残った。インネルシュタットには60以上の美術館、博物館が存在する。区内で来場者数が最も多く、ウィーン市内全体でもシェーンブルン宮殿に次ぐ番目なのは アルベルティの美術館の絵画コレクションで6万5千点の絵画と1000点以上の版画を所蔵する。ホーフブルク宮殿のカイザーアパートメンツ、シシミュージアムとジルバーカンマーではかつてのハプスブルク家の生活を垣間見ることができる。この他によく知られた博物館としてはハプスブルク家のコレクションを元にしたウィーン。 美術史美術館とウィーン自然史博物館がある。その他の造形芸術に関する美術館は、セセッション館、分離破壊館の絵画ギャラリーやオーストリア国立図書館内、パピルス博物館のコレクションが名高い。この他、主要な博物館に矢などがある。一方、小規模の専門的な博物館として、時計博物館やテディベア博物館といったものもある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。